各週配信のぞきくん。こんにちは、まみこ役三宅まりえです。鈴木三郎役宮野守です。こんにちは。アシスタントの桜千代役小沢ありです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まさか二人が来るのに。そうだよ、びっくりした。あれよろしくね。今日は楽しみだね、まみこ。そうだね、鈴木くん。僕たちパーソナリティなんでしょ。ねえ、どうしよう。これからどういう風にやっていったらいいと思う。緊張しちゃうな。小沢さん、よろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ゲストパーソナリティにまみこと鈴木くんをお迎えしてお送りします。ウェブラジオ各種配信のぞきくん。この番組はテレビアニメ月刊少女のぞきくんのアニメ。アニメって何。まみここの番組は恋しようのメインゲストを持ち回りで MC に向かってリスナーの皆さんとコミュニケーションを図るウェブラジオです。素晴らしい番組だね。実質その小沢さんが、はい、パーソナリティでいいんだよね。私たちはアシスタントでいいんだよね。物語の俺主人公じゃないですか、恋しようの。ぜひぜひお二人。そうだけどさ、勝手が全然分かんなくて。分かんないね。はい、本編にもそんな出てないし。ああ、一応大体振り回されてた。そうなんだよ。いやでも大人気です。大人気ですよ。はい、ありがとう。嬉しい。今日はいっぱいお声を聞かせてください。分かったよ。はい、頑張って喋るよ。お願いします。思い出もない。え、ない。ないわけじゃん。鈴木くんとの大切な思い出がいっぱいあるもん。マミコ、マミコ、鈴木くん、マミコ。では参りましょう。ウェブラジオ恋しよう、略して恋しよう。週8野崎くん、略して野ラジ、配信第8回目始まりのお時間です。月刊少女野崎くん原作コミックス第5巻がスクエアエニックスより好評発売中です。宮前さんと前野さんの編集コンビとタヌキの表紙が目印。さらに公式ファンブック&アンソロジーも大人気発売中。お求めは近くの書店やアニメイトで。うーん、野崎くん。各週配信野崎くん。さて、ゲストパーソナリティに、まみっこ役の三宅まりえさんと鈴木三郎役の宮野守さんをお招きしてお送りしてます。今回の各週配信野崎くん、お二人とも野崎くんの描いた漫画の登場人物ということで、どんな役だったか、アニメがね放送してないとか見てない人のためにちょっとだけ振り返ってみましょうか。教えていただければと思うんですけど、まずまみこは、はい、どんな子って言いますか。どんな子ですかね。野崎くんの漫画恋しよう。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 恋しようが主人公なんですけれど、ね、はい、まあ、引っ込み思案でね。そうですね。大人しい。比較的、まあ、ざっくり言うと、そんな感じで、はいはい、鈴木くんのことが好きだけど素直になれない。まあ、そうなんですよね。主人公。ザ少女漫画の主人公みたいな。はい、一応、設定はね。そうですね。いや、もう終わって、もうね、放送終了してるので、全然大丈夫ですけど。ね、ニコリンが、ああ、そうか、そうか、モデルになってるってことはね。はい。まみこが、ね、こう、積んでね、みたいな感じのキャラですよね。ね、はい。そうですね。はい。でも、漫画の中の漫画じゃないですか、僕ら。二次元の中の二次元だから。四次元。四次元。結果四次元。うわすごい。あんなこといいね、できたらね。ね、あんなこといいね。できたらいいね。いっぱいあるよね。ねえ。ねえ、つってね。だから、何を頼りにみたいなのが、ねえ、あったでしょ、最初は。私でももともと漫画読んでたんですよ、この作品。米塩？米塩。月刊。あ、そっち。本当の方。本当の方って。二次元の方。二次元の方読んでて。で、まさか自分が。四次元やるとは。思ってなかった。びっくりしました。どんな気持ちで読まれまして、1話とか。まず、鈴木くんは誰かっていうのが、私の中で一番の。そうだね。4次元で自分が決まったってことは、4次元の鈴木もいるってことだもんね。そうそうそう。そうそう。で、絡むのが、もう原作読んでたからわかるんですけど、もう鈴木くんしかいないから、そうです。その人と頑張っ
ってやっていけるかどうかが不安だ、うん、そうそう。そしたらこんなのが来ちゃったかわいい。いやもうほんと頼れる。いやいや僕らって結構ね僕は大変だったわけですよそう、まあオーディション ね、あの受けたわけですよ。はいはいはい。月刊少女野崎くんの方のああそうですよね。恋しようのオーディション受けてないわけですよ。私もそうでしょ、そうでしょ、それで決まりましたよって言われたら恋しようのね登場人物だったわけですよ。それなのに僕は月刊少女の野崎くんのイベントに呼ばれたんですよ最初あ、はい、一番そう発表イベントに呼ばれたんですよ、はい、でも僕野崎くんには出てないわけじゃないですか恋しよう恋しようの、はい、でもなんか重要人物ですよってずっと引っ張られて、うん、最終的にその鈴木なんだってことを発表そこで発表してもらったんですけど、はい、まさかね、そんな風にね大々的にねイベントにも出してもらえるなんて思ってなかったんですけども、だからね期待してたんですよ。あきっと鈴木はあのかなり活躍できるんじゃないかなと思ってみたら、うん、ちょいちょいでしたね。活躍してましたよ。いや、うん、本当に結果ちょいちょいだったでしょ。いや要所要所みたいな全部持ってくぐらいの勢いで爪痕を毎回毎回、はい、だからねそう爪痕は残したいなと思ってたわけですよはいはい、はい、中村さんも言ってました。もう宮野が全力でやりおるやりおるってそうそうそう、はい、一言で決めていかなきゃいけないから、ね、その一言でも大爆笑ですからね本当にいや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 、本当びっくりしちゃいました。あ、結構あのね鈴木くんのこともちょっと話したんですけど、そうだね。なんか鈴木くんって一応爽やかな、爽やかですヒーローっていうキャラですもんね。最初のそう、うん、最初のあの演出もあのいわゆる本当に爽やかに、うん、ということしか言われなかったぐらいに、そうでしたね、あの結構本当に王道のヒーローというか。はい。うん、爽やかヒーローをやってくださいって言われて、で僕すごい頑張ってたわけですよ。はい、あ最近ねえなと思いつつ。自分の中の引き出しをいっぱいいっぱい開けて、はいはい、ナミコそしたら監督からもっともっとちょうだいみたいな、もっと爽やかちょうだいみたいな、そうそうそう、ナミコみたいな、あそれそれみたいなね、やってたら、はいはい、まあまあその野崎くんが生活をしていたそのなんかね影響を受けて漫画に反映されちゃうわけじゃないですか。そうですね、はい、恋しようの方に、はい、まあそれが米塩に米塩はい、だからそっちの方ではやっぱり野崎くんのちょっと影響が入って野崎くんもちょっと混乱しつつ書いてるのがあるから、はい、中の鈴木とまみこもちょっとおかしいことになるじゃないですか、はい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 、そういう時は逆に監督からもっとやってもっとやってっていうもっと欲しがりなやつが来て、だから結局最後の方はそのね、あの砕けた鈴木が多くなってったので、はい、そうですね、だからあのアドリブの入れる隙間もちょっとあったりとかしたので、はい、はい、面白かったです、面白かった、頑張ってやってきま、はい、やってきましたよ。それこそ大体、うん、あの本番で一発でここ何か入れてって言われて、もう初めてのものが大体フィルムに入ってるじゃないですか。そうだからその後私が受ける時がたまにあるから、もうまず笑わないあの何が来る来ても頑張って準備してやりたいことをやろうって思ったんですけど、面白いからまず潰しちゃいけない。そうだね、マミコいつも受けだもんね。でも僕も監督の受けをね急に急にその要求があったからこそ僕も頑張ってやった結果それをマミコが受けるみたいなところで結構戦いだったね。じゃあね、すいません、気分に一応ねもうね、顔下げて笑わないように頑張ってるんですよ。はい、でも楽しかった、楽しかったですよ。コミカルなシーンはとてもやりがいがありましたね。はい、はい、うん、そんな感じで、はい、私後ろからお二人を見てて、はい、なんかお二人だけ靴脱いで裸足でやられてて、ああえ、ここはカップルだから揃えてるのかなって思ったんですけど、脱ぐ派脱ぐ派脱ぐ派私それこそ俺も脱ぐ派、嬉しかったんですよ。本当ですか。大体、はい、あの、うん、脱がない方が大体脱がないですね。大体脱いてるじゃないですか。足汚れちゃうもんね、みんな土足ですから、ね、はいはいはい、本来脱がないけど、はい、脱いじゃうね。どこでも私脱いじゃうね。俺もどこでも意外と脱いじゃうんですよ。それを間近で見てすごい心強かったです。あ、本当ですか。やはり僕らはカップルだねって。そう、嬉しいね。ついになってて、そうだね、マミコマミコマミコそれがすごい二人が見てて微笑ましかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、そんな共通点確かありましたね。はい、そんな感じで。やりやすいから？やりやすいのと、こう、落ち着く。うん、あ、へえ、そうなんですか。どうして？背が高い。僕は、あ、もうやりやすくなってきちゃったけど、それが癖になって。うん、最初はノイズとか。ああ、それもあります。そうなんですか。そう。ノイズとか、あと身長とか。
まあそうですよね。せめて下げるみたいな。本当に。ちょっと下げるぐらいな。そう。なんかそういう理由からだったけど、うん、なんか脱がないと落ち着かないみたいな。落ち着かなくなりますよね。足ちゃんと地面でね、踏まれますもんね。そうそうそう。今も脱いでます。そう、スリッパも脱いじゃん。そう。スリッパも脱いじゃんって。今だってさ、身長関係ないじゃん。座ってんだから俺ら。でも脱いじゃん。どこでも脱いじゃん。へぇなにこの共通点。逆に私盛るので、そうだよね、スリッパね、なんかもう、ヒール高いやついつも履く。いつも持参してるもんね、持ってきてね。なんかもう靴だとこけちゃうんですよ。うん、なのでスリッパの軽い 7.8 センチあるんですよ、あれ。そんな高いの、はい、はい、そんなに高いの160に届くね、そうしたら。おそれでも中村さんのマイクには届かなかったんですけど。そうだよね。はい。可愛かったよ。ぴょこ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 ね。一生懸命。そんな感じで、なんかね、もうね、楽しい現場だったんですけど。ね、はい。この後も、三宅さんと宮野さんのお二人にはお付き合いいただくんですけど、ちょっとその前にお知らせです。来いよ。月刊少女野崎くんのブルーレイと DVD 第1巻が絶賛発売中。11月16日に開催される月刊少女野崎くんスペシャルイベントロマンス祭りのイベントチケット優先販売申し込み券も封入。出演は中村雄一さん、小沢ありさん、岡本信彦さん、小野ゆえきさん、木村良平さん、中原舞さんに三宅まりえさん、さらにオープニングテーマを歌う大石正義さんも。受付期間は10月21日火曜日の18時まで。ぜひ応募してね。各週配信野崎くん、はい、ただいまお知らせでもお伝えしました通り、うん、好評発売中の月刊少女野崎くんブルーレイ &DVD シリーズなんですけど、早くも第2巻の情報が届きました。はい、見本がちょっとここにあるんですけど、で今回の初回生産特典は、うん、キャラクターデザイン谷口純一郎全面書き下ろしスペシャルデジ仕様ジャケットと、うん、スペシャルペットケース、うん、スペシャルブックレットの豪華仕様、うんうん、さらにキャラクターソングを収録したスペシャル CD には堀正幸 CV 小野ゆうきさんと、うん、若松ひろたか CV 木村良平さんが登場します。なるほど、2人入ってます、うん、とアイキャッチのイラストカードも4枚封入でお得感満載です。お得お得、はい、うん、でまた毎回特典には安定の充実っぷりで、はい、と特典アニメ第2号続あの美男子男友達それとも彼氏を収録してます、うん、と出演はさくら千代、うん、若松ひろたか、うん、鹿島優、うん、瀬尾ゆずきとなっております、うん、であの第2巻の毎回特典に、うん、2014年6月29日に、はいはい、あの先行上映イベントがやった1話の、それのダイジェスト映像が約30分間入ってます。これは夜の部らしいですね、うん、はい、もう入っちゃったんですね。わー、なんかあの来られなかった方もぜひぜひね、うん、これで見ていただきたいんですけど、ね、はい、あとオーディオコメンタリーには中村雄一さんと岡本信彦さんと私小沢アリが参加して、うん、すごいわちゃわちゃとフリートークを、うん、させていただきました、うん、その他にスペシャルピクチャーレーベルノンクレジットエンディング PV ボリューム2第3号と第4号のロング予告など、うん、30秒のロング予告など、うん、今回も月刊少女野崎くんのあらゆるものが詰め込まれております。もう覚えられなかった。もう全然覚えられなかった。すごい いっぱい入ってますね。あのイベントって俺らコメントしたやつ？そうです。あ、それですか？それがイベント？はい、そうです。そうですよ。どうでした、あの反応？すごかったです。あのミコリンが、ミコリンじゃない、あの岡本さんが、岡本さんが全く呼ばれない、あ、呼ばれないっていうか覚えてもらえないやつ。一切名前言わない。岡本さんが言ってました、あれ後輩がいるのにおかしいな。言って先輩の岡本さん。すごく盛り上がりました。もうドッと2人が出てきた時よかった、よかった、あ、よかったです。すごい、あのね、あのお題も、お絵描き対決のお題も、あ、もうめちゃくちゃやったよ、ね、俺。あれもちょっとアドリブだったよね。なんか、なんだっけな。え、あれ、裏話聞きたいんですけど。わかんなかったら、何とかでもいいですよ、みたいな。勝手に言ったんだよ。言ってた。宮野さん言ってました。あれ、何を言ってた、なんだっけな。なんか飛行機、あ、そうそうそう。そうそうそう。そうなんですよ。でも、どういう風に僕らはイベントで流れたのかわかんないから。じゃあ、それも見れる。真相は闇の中なんですよ。はい。なんか、ぜひ。ひたすら頑張っただけで。その後、ね、小野ゆうきさんが一人で撮る。そうそうそう。そうですね。やっぱここで虹
元と4次元の違いがね、そうそうそう、一緒にはなんないんだねやっぱ僕らはみたいな、同じ次元にはいられないんだなっていう、ね、収録前もな、私たちちょっとね、あのブッキングが、ね、これからあの、そう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 、なんで陰謀的な感じで、そう、なんでいらっしゃるのって映像撮るんだよ、そうなんだ感じでしたね。はい、そんな、うん、なんか、はい、映像も入っております、月刊少女野崎くん、ブルーレイの DVD 第2巻はいつ、角川メディアファクトリーより10月29日発売です。もうすぐだ、あの本当予約しないと手に入らないぐらいもう大好評なので、なぜひご予約をどうぞお忘れなく。そしてそして、あのグッズの情報なんですけど、はい、ムービックさんよりたぬきぬいぐるみが10月頃に発売されます。やったあの30センチですかね、はい、価格は税別2800円、サイズは全身約30センチです、はい、アニメイトでチェックしてください。ここにあるんですけどね、はい、すごい存在感があのアニメと顔が変わらず変わらない、このあなんていうんでしょう、殴りたくなるか殴りたくなる、バイオレンス、意外とバイオレンスなんだね、はい、すごく可愛いので、はい、ぜひぜひお店で見かけたら、ね、これすぐ見つかりますよ、すぐ見つかるね、こんな表情の ね、 ね、いないもんね、本当に可愛い、本当に可愛いですけど、可愛い、ぜひアニメイトさんやあのネットでも買えるので、はい、ぜひぜひチェックお願いします。以上お知らせでした、はい、テレビアニメ月刊少女野崎くんのオープニングテーマ君じゃなきゃダメみたいとエンディングテーマ裏表フォーチュンが角川メディアファクトリーより好評発売中、お求めは近くのアニメーターや CD ショップで、よろしくお願いします。野崎くんも聞いてくれるかな、各週配信野崎くんふつおた、ということで、私三宅が読ませていただきます、はい、知ってただろうネームもぶこさん、言いづらい、言いづらいね、全部ということで続いてはそうなの、誰が決めたの、岡本さんがゼロ回放送のプレ放送の時に、うん、あのペラジオネームどうしましょうって言って、うんうん、知ってただろうネームちょっと言いづらいくないですか、ぜひぜひこれをみたいな感じになったんですよ、誰を、マミコリン、あ、マミコリン、まあいいや、読もう、誰か知らない、私は鈴木くんのセリフマミコのバリエーションの豊富さと破壊力に毎回感動していました、はい、はい、野崎くんやちゅうちゃんたちの日常にほっこりしていたはずが、見終わった後の感想が、うん、今日の鈴木くんもすごかった、うん、になってしまうぐらいの圧倒的存在感でしたね、そこで宮野さんにお伺いしたいのですが、鈴木くんが節分の豆を投げたり玉乗りしたりしながら数々のマミコ発言の中で宮野さんが一番印象に残っているベストオブマミコはどのマミコでしょうか、ぜひ教えてください。ちなみに私のベストオブマミコは崖に落下しそうなマミコの手を取ったファイト一発的なシチュエーションのマミコです。よくわかったね、あれがファイトだって崖ですからね、完全にファイトの天使やってないですからね、マミコー鈴木くん日常感ゼロ日常感ゼロだねそうですね、はい、これですね、いやベストオブマミコ、いやいろんなバリエーションのマミコって言うけど、いやマミコしかほとんど言ってないから逆を言うとね、はい、そこでやっぱこうね、もう爪痕残していかなきゃみたいなことはありましたけど、でもやっぱりシチュエーションに合ったマミコを僕は言ってたつもりなんで、うん、なんか別になんかあえてこうしてるとか別になかったんですけどね、その状況、うん、状況でベストなマミコが出せればと思っていつもやってましたが、でいろんなこうなんだろうな言い方、うん、その玉乗りもあれはちょっとアドリブだったんだけど、アドリブですよね、マミコしか書いてなかったですよね、確かマミコ多分何も書いてなかった、書いてなかった、何も書いてなかったんだ、絵がでアドリブ入れてくださいって言われたからどうしようかなと思って、とりあえず喋ろうと思ってどうせ口動かないしと思って、これ何してると思うだっけ、なんだっけ、ああそうです、玉乗りだ、これ玉乗りだぜだぜマミコみたいなことを言ったら OK になったんでまあそういうチャレンジはいっぱいしてたんですが、僕はやっぱりでもいわゆるそれは日の目を見ないマミコじゃないですか、結局漫画として発刊されないわけじゃないですか、はい、野崎くんの漫画ボツのネタじゃないですか、確かにじゃなくてやっぱり僕はその恋者の中で一番僕が頑張ってたのは普通のマミコなんで、はい、確かにそうですよ、僕が一番頑張ってたのは
マミコっていういつもそのマミコにときめいてもらわなきゃいけないわけですよ。綺麗なそう綺麗なシーン。ちゅうちゃんが読んでほわーってなってる。綺麗な鈴木くんを僕が一番頑張ってましたんで、そこはみんなに認めていただきたいっていうところがありますね。崖の男の鈴木くんじゃなく、玉乗りしてる鈴木くんじゃなく、マミコにときめいてもらってる鈴木くんをね。そうですね。そう、ベストオブマミコにしてほしいなって思います。さすがです。よかった、はい、聞けてよかったです。そうなんです。はい、そうなんだよ。もうあそこのシーンが確か別撮りで、うん、マミコが別撮りで、うん、これ合わせたんだなってなんかこうとりあえず私だけ申し訳ないって思いながら、うん、とりあえず聞いてって言われて、うん、ファイト一発とか撮って何来るのかなって思ったらそれで私多分あれ一発目だったんですよ、うん、とりあえず聞いてって言われていきなり合わせてやっぱ一発目に使うわってマジでかーって思いながらそうなんだよね。アイキャッチとかも11話とか飛び心の時あったじゃないですか。そうだね。そこも確か抜きで。そうなんです。まあ合わせてって言われて、うん、もう本当に俺が先にやってることの方が多かったんだね。ぴったりで感動したんですよ。どうしようっていうなんだっけ。でも俺はなんかとりあえずだからでも自由にやってって言われて、そうですね、で合わなくてもいいから的な感じでやったから多分すごい合わせづらかったと思うんだよね。なんかまあもう合わせなくてもとりあえずなんか、ね、そう流れっていうか気持ちです。それでいいのかなって僕も思っててやったら合わせぴったり合わせぴったりでしたよ。さすが合ってないけど合ったんだよね。さすがですね。いやーやっぱり裸足同盟はね息がぴったり息がぴったりということでございますよ。はい、さてお送りしてまいりました。もう終わり早っ。各種配信野崎くん、まもなくお別れのお時間なんですよ。番組では皆さんからのお便りを募集中です。お便りの投稿はアニメート TV の番組メールフォームからお願いします。はい、では今回の配信はこの辺で、はい、お相手はまみこ役三宅まりえと、鈴木三郎役宮野守と、さくら千代役小沢りでした。またね。楽しかったね、まみこ。本当に鈴木くん、まみこ、鈴木くん。